理不尽なことで人から切れられたことはありますか？私が小学生の時のお話なんですけど、私ずっと掃除当番、結構真面目にやるタイプだったんですけど、それでめちゃくちゃ掃除しまくってたら、ちょっと変わった子がいて、クラスの友達で、外から拾ってきたものをめっちゃコレクションしてる人がいたんですよ。草とか虫とかなんですけど。それを私間違えて掃除しちゃって、普通にゴミだと思って、地面に置かれてたんで箱とかに入ってなくて、掃除したら、めちゃくちゃ切れられて、それを先生にチクられて、で、私めっちゃ怒られたんですけど、普通に考えて、教室の中にそんなもの持ってきなさんなとは思いますね。私それは悪くないと未だに思ってます。はい。初めての体験は相当痛いと聞きました。どれくらいの痛みなのですか？男性にもわかるように具体的に教えてください。私はあんまり痛くなかったんです。でもちょっとお腹が痛かった。終わった後に。お腹とか多分もう子宮なんだろうけど。子宮なのかな？わかんない。何が痛かったんだろう。お腹痛かったんですよ。うちの友達は、めっちゃ痛かった。血まみれになったって言ってたんですけど、本当にそれって個人差だなって、めちゃくちゃ思いますね。ワンナイトラブの経験はありますか？経緯から結果まで詳しく教えてください。ありますね。相席屋とか合コンとかの帰りに、帰りたくないな、みたいな感じで言って、ホテルでエッチして、で、それで、逆にそのエッチしてから、私、好きになるかどうか決めるタイプなので、一旦体の相性を見てから、決めますね。一旦まあ休憩するみたいな感じで行って、で、それで体の相性が良くて、結局付き合った人、二人いるんで、ワンナイトラブではないんですけど、それは。ダメで、実質ワンナイトラブになった人もいますね。